こんにちは、お昼前の放送です。11時になるところですね。5時23分じゃないや、5月23日の11時です。大きな動きがありましたよ。これ1時間足なんですけども、この陰線見てください。ドカーンとものすごく落ちてますね。これに巻き込まれなくてよかったですね。今日はポジションを取らずに見るだけですよっていうふうに朝放送しておきました。まあ本当はですね、昨日の朝からそう言ってればよかったんですけども、今日私のね、言うことをちゃんと聞いてポジション外した方は、この被害に遭わなくて済みましたね。私がずっと買いですよって言ってる中で、あれ？これは横ばいになったのかなと、横ばいの後上抜けるか下抜けるかわかんないんでポジション外しましょうと言ったのが、昨日から今日にかけてなんですけども、こういう風なね、予測不能の事態が起きてますね。この天変地異みたいな、陰線は何なんでしょうね。しかも長い日を出してぐっと110円の502あたり戻ってます。これよくわからない。何が起きたのかわからないんですけど、そのうちわかると思います。で、一つ言えるのは、ずっと上り上司で、ちょっと押し目を作って上がるっていうパターンが、一旦終わってるってことですよね。こっから下げに向かう可能性もあるかなと思いながら、大きな時間軸からもう一回おさらいしてみましょう。さあ、ウィークリー見てみます。ウィークリーは大きな V の字を書いて、いつもの通り V で上に上がっていくところで、今日のこのウィークリーを、今日巻き込んだね、ウィークリーっていうのは、青になってますね。うん。だから、久しぶりに、売りが出たってことです。で、デイリーを見てみましょうか。デイリーはぐーっと上がってきて、谷底から這い上がってきたんですけども、このゾーンに当たって、111円付近のゾーンに当たって上に突き抜けるかなと思ったら、下がったということですよね。下がってきましたね。さあ、では4時間足ここにヒントがあります。4時間足は見てください。以前私がお話ししたゾーンがありますよね。ここに当たってで、今止まってるとこですね。だからもしかしたらここの買いの勢い、ここで買いが入ってますからね、買いの勢いで上に突き抜けるのか、それともですね、今この110円の430あたりにあるこれですよ、これ、424あたりにあるこの赤いライン引きましたけども、ここをネックラインとした、これヘッド&ショルダーにちょっと似た形にも見えますよね。だから大きくドーンと下がることも意識しながら、やっぱり見ていてよかったですね。エントリーをせずに、こういう風な大荒れの時は嵐が過ぎるまで待っていた方がいいです。我々はこういう風な大きな動きを予測して取りに行くことはできませんので、私はできませんので、確実に、小刻みに上がっていくものとかね、小刻みに下がっていくもの、そして、ストップロスが効きやすいもの、こういったものでジャブのように、少しずつ利益を取っていくという形を取ります。あくまでこういう大きい陽線とかっていうのは、その中で起きたボーナスみたいに訪れることあるんですけども、これを狙いに行くわけではないですからね。むしろこれを避けながらトレードすることによって、ちっちゃい価値を積み重ねて資産をどんどん増やしていくという方法を取ります。さあ、危なかったですね。今日は一日しっかり様子を見ますよ。動きが分かるまではもうエントリーはしません。エントリーはしないんですよ。エントリーはしないでくださいね。わかんないですよ。これ場合によってはね、また一週間ぐらい見るかもしれませんけどね。そのぐらい懐深く構えていきましょう。見るってことがものすごく学びになって、実際にエントリーするときに、もうそこにですね、見てきたことすべてを叩きつけるわけですよ。だからエントリーばっかりしちゃダメですからね。毎日ポジション取るなんてことは、それはね、超上級者がやることであって、我々は、たまにですよ、週に1回か2回でしっかりと取っていく。このスタイルを、やっぱりね、身につけていただきたいかなと思います。相場の7割以上は見るってことにつきますからね。それでは本日は、午後かな？夕方またやるかもしれませんけども、一旦ここで終わります。